こんにちは。今ですね、ちょっと先で申し訳ないんですけど、本日行われました WBC 世界スーパーフライ王座決定戦で、トヨタラス選手と、シーサケット選手が行われるはずだったんですけど、シーサケット選手が、コロナになってしまって、その代役で、ジェシー・ロドリゲス選手、まあ、ライトフライ級の選手なんですけどと、クアドラ選手がね、試合をして、それが、代役のロドリゲスがクアドラスを下して新チャンピオン、ちょっとびっくりしましたね。今ちょっと出先で、ね、ちょっとのんびりしてたんですけど、このニュース見て、ってなって、でまあ、試合はまだ見てないんですけど、そのダウンを奪ったね、シーンを今、ツイッターで見たら、めっちゃ綺麗に決まってて、で、ライトフライ級の選手で、まあ、ジェシー・ロドリゲス選手、まあ、期待のホープとしてね、今、期待されてて、で、まあ、スーパーフライになった時に、2階級上だし、ね、やっぱクアドラス選手の土俵かなと思ったんですけど、まあ、体格差は同じで、身長が両者とも163センチで、リーチで2センチロドリゲスが上回ってるんですけど、まあ、ライトフライの選手なんで背は細いかなと思ったんですけど、見た感じ全然体格差なかったですね、うん、で綺麗にアッパーが決まって、見事にね、判定勝利で、スコアが117対110が2社で、115対112が1社の3対0で、クアドラスに勝ったというところで、またこれで、スーパーフライ級のね、勢力図がね、まあ、大きく変わったかなと、面白くなってきましたね。ってところで、本日の注目のカードだった、クアドラスとロドリゲスの一戦は、ロドリゲスがね、勝利というところでした。はい、皆さんもですね、ぜひコメントからお願いします。